その人のことを誰でしょう、想像にお任せしますけど、皆さんね、そう今日はあの風の強い中ありがとうございました。さっきもちょっとお話ししたんですけど、なんか私もしかしたら来れないかもしれないという状況にいたんですね。どうしよう、そうしたらと思って、でもなんかそういう時にね、念じるようにしてるんです。なんか、ま、そういう時たまにあるんですよね。あ、なんか飛行機が降り立たないで大分に行くはずなのか、なんかもしかしたら福岡に行くかもしれませんなんて言って、全然違うじゃないですか、大分出身の方でもその時に絶対降りろって展示したら、その時だけパッと開いて降り立ったことがあったんですよ。そのことを思い出して、今日もね、あのうちの最寄りの電車が止まっちゃってたんですけど、もう絶対行くと思って、まあいろんな車で行くとかいろいろ手は考えたんだけど、もう無理かなと思って、ただそうした時に1台電車が来てそこに乗ったの。そしたら普通に来れて本当良かったです。うん、もしね、私来れなかったらみんなに早く連絡して一人一曲ずつ歌ってくださいって回そうと思ってたんですけど大丈夫でした、私が歌わせていただきますので聴いてください、ありがとうございます。次の曲はスマイルという曲をお届けしたいと思います。うん、これとってもいい曲なんですね、大好きなんですよ。でスマイルって笑顔ですよね、どんな時も笑顔でいたらいいんじゃないかなっていう意味ですね。悲しいこととか辛いことがあったとしても、ちょっと表情を変えるだけで何か気づくことがあるんじゃないかなとか、なんか音とかもそうかもしれませんよね。なんか落ち込んでたりとか、なんか思うようにいかないことがあっても、こう音と響きを少し持ち上げる、うん、口角を上げるような感じで声を少し理想の気分にするだけで気持ちが後からついてくるなんてこともあるかなと思います。スマイルもそう似てるかなと思います。スマイルという曲をお届けします、聴いてください、お願いします。スマイル、though your heart is aching, smile, even though it's breaking. When the clouds in the sky, you can
Just smile.